カバはもともと生きてた動物なんで、生きてた時に転んだりして怪我もするし、育った環境によって微妙に肌の色とか違うのは、僕たち人間がそれぞれみんな肌の色が違うのと同じでごく自然なことなんですけど、そういう一つ一つ全部表情が違うっていうのも川の魅力の一つで、その風合いを最大限に生かす。命の鼓動とかぬくもりみたいなものがずっと伝わっていくようにと思って、リズムという名前で川ゼリー作りを続けています。素材を余すところなく使って、使う人と一緒に育っていくような味わい深いものができるように心がけています。キャメルブラウンも動物たちに分けてもらった命に感謝を込める。そのためにも手間を惜しまずに丁寧な手仕事で一針一針作るというのがリズムのコンセプトでもあり、